邪魔が入る自分ももういい年になったっていうようなそんな年齢になったある夏の日に町を出た友人がこちらに帰ってくるってことで飲みに行くことになり数年ぶりの再会他の友人も一緒で4人で飲みに行った 会社だだとときっっこんなんんなななじゃないんだろうなって、学生時代のような懐かしい若々しいノリで酒も入る料理もおいしい確かその日は何かの心霊番組がやっているらしく娘が楽しみにしていたという話から飲みながら怖い話をしようということになった私は彼のようなエリート路線ではなく ごくごく普通の一般人ではあるが、ひょんなことから不良と十代から関わり、廃墟探索とか心霊スポット巡り。いろいろとやったんで体験という意味ではしている。ただ、怖いかどうかと言われると微妙だし、そもそもその人について行っても怖い体験をしないという直感があったからついて行ったりしてたんだ。そう、なんせ、 体験したにしてもすべて微妙なものばかり自分の番が回ってある話をしたそれは奇妙なものでアイディアが降りてきたようなひらめきとともに思い出した話だこれは自分一人の時にあった話でこれも全容もまた微妙なものだが 会った際に、ただただ目を合わせなければいいという直感を信じて行動しただけだ。そんな話。内容は、二十代前半。この勘というものが異常に強くなっていて、というか霊感か。霊感が強くなって、見えてはいけないものが見えるようになっていた。 特に酒をちょこっとだけ飲むとさらに見えるようになったんで、酒は好きだが飲むのを控えるようになっていた。ある日仕事で嫌なことがあったんで、一人で飲んだその帰り。当時は実家のアパートに住んでおり、二階に部屋を借りていた。アパート自体は二階建てで、駐車場から玄関の扉が見え、一棟に四部屋ある。 ハイツとかコーポとかそちらの方がしっくりくるだろうかここらりまで話をすると一人の友人田中が「それ前にも聞いたことはあるでも内容を覚えてないんだよな」と言った「そうだろう」と心の中でうなずいた。 昔も何度かこの話をしようとしたんだが何せ話を終わるまでに必ずと言っていいほど邪魔されるんだから昔の住んでいた場所を思い出してもらいそこから話を続ける酒を飲んでいたんでまた見えてしまうのかなとびくついていたが実際はそんなことはなかったただ 街が異様に暗くそして静かだった金曜の夜だというのに家に着くと「ああ」と傍観したように心で納得した玄関の前に黒い塊があったんだ街灯に反射せず二次元的に見える物体 もうそれだけでいつも通り見てはいけないものを見てしまったなぁなんて思ったが体がおかしかった油汗を額にかいてそれとその例の勘が働く悟られるなと目を合わせなければ大丈夫だこの時に飲み屋の従業員に ラスターワーダーの時間です」と告げられたみんなもいい年だもうそんな時間かといそいそと帰る準備をし始めたやっぱりこうなったかと思っていたがこの日はそれで終わらなかった私は独身なんでせっかくのいい気分なんで一人で飲んで帰ろうかなと思い 見慣れ駅の方には歩かず近くのバーへと足を運ぶことにしたこじんまりとしたいい店なんだ席を案内されおしぼりを渡され注文を終えると田中がやってきた隣に座ると彼に「ここを知ってたんだな」と言うと いや、あの話をなんだかどうしても聞きたくなってさとあどけない子供のように言った知っていたというより後をつけていたようだった客はいないが場所も場所だしななんて断る文句を考えていると誰かを連れてくるなんてことを滅多にしなかったんでマスターが「お何の話?」 聞きたいわ」なんて言ってくるしょうがないので話を続けることにしたその黒い塊は大型犬が丸くなって寝ているようなサイズで今で言えば配達された段ボールが家の前にあるようなともかく「どう悟られるなったよ」なんて毒ついていた しかし、そんな大きな物体にどうすればいいかもわからず、階段を急いそいそと上がると、階段を上がるとドリバだ。もう半分。下を向いていた顔を少し上げると、まだ黒い塊があった。顔が歪んだ。まだいたのか、と。仕方がないので上がる。目を閉じていても、 一段目に足をかければ分かるくらいには住み慣れた場所だだが目を閉じずに下を向いて上がる残り三段というところで思わず足が滑った踏みを外したとかそんなのではなく油とか雪とかそんな具合な滑り方だった体が前に傾く 思わず目に黒い塊が入る。階段の一番上を両手を伸ばして頭を打つところを回避する。ここまでが今まで話した中でも一番長い部分だ。幸い客がおらず、マスターと田中と私だけで滞りなくここまで話ができた。なんて思っていたが、不意に。 危なかったねっていう小さい女の子の声がしたそこで私はハッとなり店内を見渡すと彼らも周りを見ていた聞こえたうんそして静かに趣向するマスター この話をすることをやめてちょっとしたネタばらしをしたんだ昔からこういったこともそうだし何かとこの話をする際には邪魔が入るとそして自分の今日がそがれ話を途中でやめるとともあれその後は昔の話や めったにバーなんて来ない田中だったんで酒の話とかなんやかんやをして終わったあの声の主にも心当たりがあるネット堆体で大丈夫だろうからたなしておくとあの黒い塊の中身を案の定覗いてしまった私は必死に目線を左に向けて目だけは合わそうとしなかった しかしそらしていても見えてしまうのはその塊との距離が非常に近いからだ中は黒いが肌が青白く真っ赤な着物を着た女の子でおかっぱで目が黒く歯というか口が黒かったそんな彼女が笑っていたその時その黒い塊にあるはずなのに 耳元か頭の中でその時聞いた少女の声が聞こえたんだ「見えてるくせに」とそして溶けるように黒い塊は消えて慌てようにもつったように痛い右肩のため急げずにいそいそと体勢を直して家の中に入りたまについてくる幽霊を 部屋にかんし、名犬であるうちの愛犬ポメラニエンをベッドの上に置いてそのまま寝たんだったそういえばその頃から右肩が痛むのを今更になって思い出した。